はい、それでは定例会見始めます。市長お願いします。はい、本日もいくつかご報告があります。まずですね、最初にご報告させていただきたいのは、健康に配慮した、食環境づくりに向けまして、相鉄ローゼンさんと連携協定を締結いたしましたので、ご報告をいたします。中食っていう言葉がコロナ以降聞くようになってきてます。外で調理されて外で食べる外食に対して、うちで調理してうちで食べるこううち食っていうんですかね、そのちょうど中間の中食、外で買って、家で食べる、その中食に対する需要が高まってきています。コロナっていうのが一つ要因だったと思いますし、また単独世帯や共働き世帯が増加しているということも、背景にあろうかと思います。このデータは、このスライドはですね、BMI が25以上ということで、肥満と定義いたしまして、でその割合に関するデータ、男女別のデータ、この左側がまず、男女別のデータなんですが、女性がだいたい2割前後、2割ちょっとぐらいですかね。でそれに対して男性が 30% 強という肥満者の割合になっています。でこの男性のデータが全部の年齢を鳴らすと、その 33%、 令和元年ですと 33% なんですけれども、これを年齢別に見るとこのグラフになります。で40歳から60歳ぐらいまでをピークになって、4割ぐらいが BMI25 以上という結構な割合が BMI25 を超えておられます。でこういった背景があってですね、で、本市として、市民の皆様に、誰もが栄養バランスの良い食事をとっていただいて、健康になっていただきたいと。でそのためにまず市として市民の皆様に健康に関する意識を醸成するということは、当然、これまでも行ってきましたし、今後も強化して行ってまいります。であと一方でですね、その中食に対する需要が高まっておりますので、やはり栄養バランスの良い食事を、入手できる環境が重要であろうかというふうに考えております。今スーパーでもコンビニでも、お惣菜お弁当いろいろ手に入りますけれども、その中で栄養バランスの良いお食事をですね、提供される環境になり、市民の皆様がそれを食べられる、気軽に食べられる環境を作りたいと考えるようになりました。で、そういった中でですね、相鉄ローゼンさん、こういった横浜市の取り組み姿勢に対して、ご賛同いただきまして、相鉄ローゼン株式会社様と、誰もが自然に健康になれる食環境づくりに向けた取り組みを開始する、このことで、連携協定を結ぶことになりました。連携協定、連携の内容といたしましては、健康横浜21に基づく事業、健康づくり、食育の普及啓発等に関する、総合的な事項や、あとこの、今日のに直結するのがですね、横浜市が推進する、その誰もが、健康になれる食環境づくりに向けて、一緒に取り組みましょうということであります。でこれまでですね、まずお互いが持つノウハウ、専門知識を連携させて、共同開発のお弁当を作ろうじゃないかということで取り組んでまいりました。市としては、市民の健康課題に関する、データを持って、分析し、それから、お弁当の基準の作成を、これまで、
も行ってまいりましたし、それから管理栄養士さんによるこうアドバイスを、提供することができる、そういう環境があります。一方ローゼンさんの方は大きな小売店というかスーパーといたしまして、商品開発を、これまでも行ってきた実績ございますし、そういったローゼンさんのノウハウと本市のノウハウ専門知識を連携させてですね、まず第1弾の企画として共同開発お弁当共同開発いたしました。それがですね、このまず浜の元気ご飯弁当であります。でこの浜の元気ご飯をですね、7月中に販売いたしまして、相鉄ローゼンさんの全、51店舗市内に26店舗ございますが、この相鉄ローゼンさんの店舗で、販売7月に販売をいたします。はい。相鉄ローゼンさんの今回の、浜の元気弁当なんですが、健康とボリュームを両立するというコンセプトで、開発いたしました。まずボリュームがあるターゲットがですね、先ほどのこう肥満が多い年齢層であった、30代から50代の男性、ここにターゲットを当てております。もちろんそれ以外の方に食べていただいても大歓迎なんですが、まずここにターゲットを絞りまして、でその世代にですね、栄養バランスの良い組み合わせで、主食主菜副菜が揃い、それから適切なエネルギーで、かつ、適切なエネルギーで満足感があり、かつ野菜がたっぷりということで、商品開発をいたしました。今回のこの浜の元気ご飯なんですが、横浜市のこちら、これまで作ってきたこう基準があります。大体エネルギーですと650から850キロカロリーぐらいで、ご飯がこのぐらい、それから、主菜、副菜がこのぐらいであるとか、食塩このぐらいであるとかっていうような基準を作っておりまして、一方で今回のですね、相鉄ローゼンさんと共同開発した、お弁当の基準というものがこのぐらいになっております。エネルギーに関しましても、ここ一般的なカツ丼、よく私も食べますが、しかもコンビニとかでたまに買って食べて、おなんかエネルギー取りすぎだなって思う時もあるんですが、このカツ丼に比べて、低カロリーであり、ご飯の量も少ないですし、あと、野菜があとかなり多く含めております。こういったですね、特徴を踏まえまして、今回まず第一歩なんですけれども、商品開発して、市民の皆様に、中食として、取っていただこうという次第であります。本日は相鉄ローゼン株式会社の代表取締役社長である曽我清隆様にお越しをいただいておりますので、お話をいただければと思います。曽我様、よろしくお願いいたします。相鉄ローゼンの曽我でございます。まず本日は横浜市様と当社の連携協定の締結にあたりまして、このような場への参加の機会をいただきましたこと、山中市長はじめ横浜市の関係各所の皆様にまずは御礼申し上げます。最初に当社について簡単にご説明させていただきたいと思います。当社1962年の8月10日に創業でございまして、昨年創業60周年を迎えた企業でございます。相鉄ホールディングス株式会社を 100% 親会社としまして、相鉄グループにおける流通セグメントの中核企業として、神奈川県内を中心に51店舗の食品を中心としたスーパーを展開する地域密着型の企業ということでございます。相鉄ローゼンのほかに子会社に生鮮加工を担当する相鉄ローゼンフレッシュフーズ株式会社、それからインストアベーカリーの株式会社葉山ボンジュールの2社を有する企業グループという形でございます。私どもの使命として地域のお客様の豊かな食生活を応援することと位置づけてございます。そんな中でお買い物をすることそのものが楽しい、また行きたくなるスーパーマーケットを目指した店づくりにさまざま取り組んでいるところでございます。
冒頭市長からもございました通り、特に昨今は共働き、あるいは一人世帯の増加等を背景にして、中食需要が非常に高まってございます。あるいは健康志向というものも、お客様には非常に高まっているという流れの中で、当社でも原料や製法にこだわった惣菜、あるいはベーカリー商品というものの強化を、進めておりましたところ、今般のこの横浜市様の、市民の健康課題解決という取り組みの中で、商品開発をしてみないかというお話をいただき、今般のこの商品開発、そして協定の締結に至ったという次第でございます。じゃあページお願いします。で、先ほど の市長からのご説明にもありました通り、今般のこの弁当の商品開発のコンセプトは、健康とボリュームの両立ということでした。で、これ口にするのはまあ簡単なんですけども、実にこれ開発担当者を悩ませたようでございます。そちらのスライドの方に、今回の元気ご飯、浜の元気ご飯弁当を開発担当しました当社の惣菜ベーカリー部のチーフバイヤー横塚氏のコメントをビジュアルとともに載せておりますけども、ちょっと読みますと、最初は相当頭を悩ませました。自分の好きなものを組み合わせると2倍以上のカロリーと塩分になった時は本当にできるのかと。でも働き盛りの男性が食べるとなると、お肉は外せないなとの思いがありました。ロース、メンチ、ヒレなど組み合わせを変えてはカロリー計算をして顔を曇らせながら、最後にたどり着いたのがフレッシュな鶏胸肉を使用したチキンカツでした。これをメインに据えつつ、飽きが来ないよう野菜をステーキや煮物などにして、ボリュームと味を両立させた結果、最高のお弁当ができたと思います。ぜひ一度お手に取ってみてくださいというコメントをしてございます。この横塚君、ご覧の通りのですね、体格で、まさに今回の開発のターゲットであるボリュームのある食事を好む30から50歳代の男性のまさにイメージそのものなんですけども、一般的にいわゆるがっつり系弁当でなんて言いますけど、がっつり系弁当っていうと揚げ物など、肉系の主菜がこうドーンと乗っていて、で、栄養バランスはどちらかというと優先度合いが少しこう低くなってしまうかなという傾向がありまして、健康とボリュームというものは両立しないというような、なんとなくそういう意識が我々の中にもございました。で、今回はそんな業界常識的にはですね、相入れないこの健康とボリュームという2つのテーマを両立させようというお題をいただいたわけですね。試行錯誤を重ねて出来上がったのが今回の浜の元気ご飯弁当という形になります。ちょっとスライド2枚戻していただいてよろしいでしょうか。はい、そうですね。先ほども市長から触れていただきましたけども、今回の浜の元気ご飯弁当と、それから横浜市さんの方で作られた基準、そして一般的なカツ丼ということで参考例としてそこにございますけども、これを比較しますと、この我々の弁当、ご飯の量が 200g ということで、ただこれは当社の標準の弁当のご飯量が 170g ですので、それと比べると、2割近い大盛りにはなってございます。その点で満足感は十分に担保されているかなというところです。そして、主菜につきましては、チキンカツに唐揚げにちくわ天ということで、がっつり系弁当の定番をご用意しまして、そして、通常のがっつり系ではあまりこう力点が置かれない副菜の野菜もたっぷりですね、171g という形で、乗っかってございます。それでいて塩分や脂質エネルギー比も、横浜市基準を十分に満たすものということで、これ私も試食しましたが、質的にも量的にも、ご満足いただけるものに仕上がっているのかなと、これは自信を持って、お勧めしたいと思います。7月1日から相鉄ローゼン全店で、販売予定です。本体価格598円と税込みで646円で販売いたしますので、ぜひ、多くのお客様にご利用いただければと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、横浜市が目指す、食環境づくりなんですが、誰もが栄養バランスの良い食事を選択できる環境を整えることであります。で、そのためにまず今回第1弾の取り組みに着手した次第です。今後ですね、今回の取り組みをきっかけといたしまして、多くの企業さんでこう基準を満たすお弁当が販売されるようになるといいなというふうに思っています。で、最終的には栄養バランスの良い食事をですね、市民の方が
市民がこう選択できる環境が整うことで、食生活がまあ健康的になるということを期待しております。で、今後もですね、ローゼンさんとの連携協定を通じまして、栄養バランスの良い食事ができる、栄養バランスの良い食事が取れる食環境を作っていきたいなと考えております。こちらに関しては以上となります。はい、それではこの件についてご質問をお受けします。まず幹事社からお願いします。 NHK の関口です。まず市長にお伺いします。はい、今回この、開発者お弁当7月の1ヶ月間の予定だと思うんですけど、今後そのローゼンさん以外ともですね、こういう開発をして、まあ、そういう市民の健康増進に資する、弁当の開発というのは今後も取り組まれていくお考えでしょうか。ご質問ありがとうございます。今後のこの展開についてのご質問だと思うんですが、まずですね、この今回のとの取り組みに関して、検証いたしまして、多くの企業さんで展開できる仕組みを構築していきたいというふうに考えています。具体的にはですね、本市が、横浜市が作成したこう栄養価、1食あたりの栄養価の基準を満たすようなお弁当を販売するこう企業さんとか店舗を増やしていきたいというふうに考えておりまして、で、そのために横浜市としてこう基準を満たすお弁当の登録制度を作りまして、ローゼンさんはじめですね、市内スーパー等の食品関連事業者に働きかけを行う予定としております。はい、続いて佐賀社長にお聞きしたいんですけども、もともとそのお弁当の開発等ですと、これまでも商品開発、あらゆる商品にされてきて、もともともうノウハウの積み重ねあると思うんですけど、今回その横浜市と連携して取り組まれることで新たに得られた気づきですとか知見というのはもしあれば教えてください。はい、ありがとうございます。そうですね、やっぱりそのボリュームと健康っていうものを両立させるというのがなかなかこれまであんまり考えてこなかった部分が正直ございますので、なんていうんですかね、ボリュームがある弁当っていうとやっぱり本当にとんかつがドーンと乗ってて、そんなに野菜がっていうような形にどうしても今売ってる我々の売ってる、とんかつ弁当をですね、野菜の量ってやると、先ほどこれが170g だったかな、実際今売ってるものってとんかつ弁当にするとその本当に、10分の1とは言いませんけどかなり少ないんですね。だけどそれが両立させることができるんだっていうのが今回の取り組みで開発担当者が身にしみて感じたというのが非常に大きな気づきだと考えています。よろしいでしょうか。はい、それでは各社いかがでしょうか。神奈川新聞武田です。すみません、今市長に行ってまずお伺いしたいのが登録制度なんですが、今後その登録がされると、例えば市の方でホームページにアップするとか、どんな形でこう周知される、市民の方から取るとこれが登録されているというふうに分かるというか、イメージとしてはそういうイメージになろうかと思うんですが、まだそういった計画があるという段階ですので、まだその詳細に関して決めているわけではございません。はい、わかりました。いろんな企業さんからの声かけを待つ形になるのか、市の方からこう呼びかけるような形になるんですかね。そこ環境から、健康福祉局健康推進担当部長の問田でございます。ただいまのご質問でございますが、横浜市として広く店舗の方に、ホームページですとかそういったもので、広くお知らせしまして、提供していただける、こういった元気ご飯を提供していただくお店を増やしていきたいというふうに考えております。ありがとうございます。ごめんなさい、もう1点だけ、名称がこの浜の、元気ご飯っていう名称を使っていくようなイメージになるんでしょうか。すみません。引き続き豊田でございます。そうでございます。
浜県横浜市の元気ご飯をという名所で、今後もやっていきたいと思っております。ありがとうございます。その他いかがでしょうか。テレビ神奈川の藤坂と申します。よろしくお願いします。今回行政としてこういった職相鉄ローゼンさんに伺いたいんですけれども、行政と連携をして商品作りをするというのは初めてなんですか。初めてです。はい。今後第1弾ということなんですけれども、第2弾第3弾って続く予定とかはあるんですか。現状では未定ですけども、まず7月1日からのこの販売の状況なんかも見極めながら、私としてはできればいろいろやっていきたいなと思ってます。ただこの開発者 の担当者のコメントにもあったようにですね、なかなか容易ではないっていうのがあるので、どのくらいのスピードでできるのかっていうのは、ちょっと今の何とも申し上げられないですけど、ぜひこういう考え方での商品開発というのは一つやっていきたいなとは思ってます。今回行政と連携するのは初めてということで、お客さんも横浜市が応援しているって聞いたら手が伸びる商品がたくさん今後出てくるのかなって思うんですけれども、今回の連携をきっかけに今後にこう他の商品などに生かしていきたいとかっていうのはありますか。そうですね、これまでもその健康っていうキーワードっていうのは食品の販売の中で非常に重要性がもう年々増しておりますので、そういった意味ではそういう切り口での商品開発の今後も強化していきたいなとは考えています。で、特に弁当に関してはなかなかまだ十分にその健康という切り口でのラインナップがですね、十分じゃないなというふうに思ってますので、今回をいいきっかけに今後もやっていきたいなと見て考えています。ありがとうございます。その他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それではですね、質疑終了しまして、このままフォトセッションに移りますので、どうぞ前にお越しください。協定書をお持ちになって。はい、それでは続けてお願いします。はい、続きましてビッグデータを活用した交通安全対策プロジェクトについてご報告します。今年の3月に Google マップをベースにした交通事故の起きた場所あるいは事故内容に関する、見える化を行いまして、こちらに関しては、大変多くですね、活用今されております。これ市内全域で起きた交通事故で、小学生中学生のが被害者になった、そういった事故をですね、地図上 Google マップ上で見える化
をして交通事故の概要をまあ知ると。でこれに続く話であります。でこれをもとに今後市としてハード面とソフト面をさらに強化していきますというふうに申し上げましたが、まあ、今その過程について、まあ中間報告をさせていただければというふうに考えております。まあビッグデータを活用した、まあ、潜在的な交通危険箇所にどうまあ取り組むか、ビッグデータを生かして交通危険箇所にどう行政として能動的に取り組むかという課題であります。このリスクマップ、3月に公開したのリスクマップなんですけれども、今ですね、ごめんなさい、閲覧回数は1日あたり6380回、まあ、これ1日あたりでありまして、まあ、1ヶ月に通算しますと、まあ、3、40万回ぐらいですね、という、まあ、これ横浜市の方が多く見られていると思いますので、しかも、小学生、中学生の、まあ、生徒の関係者が多く見られていると思いますので、まあ、かなり多くの方にご利用いただいていると思います。まあ、今後も、まあ、この今、増え方ですと、どん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 こう周知が広がって、まあ、ページビューが増えていくのではないかと期待しているんですが、このデータマップを活用した、まずそのソフト面、での取り組みといたしまして、3月にですね、このデータマップを一律の全506個に、提供いたしました。で、この6月からは通学路とデータマップの突合を全小学校で行います。でそれで全通学路のこう危険度に関して、まあ、見える化されますので、それをもとにどういうふうな、まあ、活用をしていくのか、これを個々の小学校で検討していただくことになっております。学校スクールゾーン対策協議会、まあ、こういったものがこういったところでですね、まあ、活用していただいて、どういうまあ成果があったか、あるいは課題があったか、こういったことをまあ収集して、またその後PDCA を回していくということを考えております。データマップの活用例としては、峠工事でのこう現地の交通安全指導とか、あるいは見守り活動をいろいろ地元の地域の方にご協力いただいてやってますので、それへの活用、それから児童の学習で活用していただいたり、スクールゾーン対策協議会で活用していただいたり、事故の発生箇所とか発生事故の情報、発生時刻の情報、時刻、場所、あとはどういう事故内容だったか、例えば右折するときにぶつかってしまった、左折するときにぶつかってしまった、出会い頭でぶつかってしまった、まあ、いくつかいろいろあると思うんですけれども、そういったことを個別の通学路ごとにですね、検討していただいて、まあ、その活用事例を、まあ、来年、今年度末ぐらいにですね、まあ、シェアする、共有するというようなソフト対策を考えております。ですね、これ今の通学路であります。この黄色型、これですね、中区の立野小学校なんですが、これ通学路とこうデータマップの突合のイメージを今このスライドでちょっとお示ししようと思ってるんですが、中区の立野小でですね、今これ通学路がこういったございまして、それからまあこの交通事故の発生箇所、これリスクマップというか事故の、マップがありますので、まあ、これを重ね合わせることで、過去5年間の、交通か通学路の過去5年間の子どもの交通、事故の発生箇所の情報と通学路の情報を組み合わせることで、見直し、通学路の見直しも含めた検討をしていただいて、まあ、交通事故の未然防止につなげていきたいというふうに考えております。でこの通学路と今このピンクのですね、通学路の情報、それから交通事故の情報、今
ここをもとに議論していたんですが、今後ですね、さらに対策を進めていくために、ETC2.0 で速度、自動車の速度の情報が利用できます。やはりこう自動車衝突時にどのくらい自動車が速度が出ていたかということで、死亡する確率が異なってまいりますので、子どもの事故死ゼロという目標を達成するためにこのスピードに関する情報というのが、不可欠であると考えております。また交通規制のが各場所にあるわけなんですけれども、その交通規制が、どのくらい、効果的かワークしているかどうか、そういったことも合わせてこう個別個別の検討になりますけれども、していく必要があろうかと思います。こういった交通事故データだけでなくて、速度データやあともう規制情報等も組み合わせることで、交通安全上の課題を抽出して、現地の状況に応じた適切な交通安全対策を作っていきたいと考えております。まず令和5年度はですね、交通安全推進校の4つの地区でこの対策を行政として前向きに進めます。で、その中区の立野小学校 の, その周辺地区のこれ今データで、これですね、まず交通事故のデータがありまして、で歩行者が人と車両の衝突事故を起こしたとか、あるいは、この二輪車バイクがですね、事故を起こしたとか、その交通事故の情報がいろいろこう入ります。でこれに ETC2.0 から得られる速度のデータがあります。だいたいこうもちろんこう全ての車が同じ速度で走っているわけではないので、ある道路に車がこうたくさん走ってて、でその道路を走っている車の速度っていうのが、車ごとにありますよね。でその、85% 点っていうところを、大体こう結構速度出てるなっていうところのその速度を取ってですね、今それを図示したものであります。でこういった速度のデータの見える化、交通事故データの見える化、これを重ね合わせるとですね、次のステップとして交通危険箇所を抽出することができるようになります。交通危険箇所として、例えばこう同様の事故が繰り返し複数回起こっている、こういった場所は同じような事故が2回3回起こっている、あるいはここ事故が起こっていて、その事故が起こった場所に関しては車のスピードが速く出ている、こういったことがデータの見える化によって、これもまた個別の検討になるんですけども、潜在的な交通潜在か、潜在的な交通危険箇所があぶり出せるようになります。で、こういったことをですね、今行いまして、じゃあ次、例えばこの場所で車両相互の事故が複数回発生しているとか、車両の速度が比較的こう速くなっているとか、こういうことがじゃあ分かった。っていうところで、次のステップとして現地条件の確認に移りたいと考えてます。でこの現地条件として、交通危険箇所を抽出して、その後、現地の条件として地形がどうなってるか、例えばここかなり視界が悪いとか、曲がりにくいとか、そういったいろいろ、前が見にくいとかいろいろ出てくると思うんですよ。そういった地形的な条件、それから交通規制がありますので、そうどういった交通規制になっているのか、こういったことを確認します。そして、その交通規制データと速度データを重ね合わせて、見ることによって、これ規制速度を超過していると、かなり超過している事例が多い
っていう箇所も確認できるようになるはずです。でこれらの図にですね、さらに通学路のデータ、通学路のこう状況を重ね合わせる、そのことで、まあ、効果的な安全対策を立案できるというふうに考えております。スピード、事故が起こった場所、それから、通学路、これらに対して具体的に現地の地形条件とか交通規制、こういったものを一個一個丹念に検討していきます。でその上で対策案を個別に立案していきます。この地区でですね、立案した、まあ、対策なんですけれども、例えば交差点での事故についてはカラー舗装による注意喚起を改めて行うと、カラー舗装を行って、注意喚起を新たに行う、あるいは車両相互の事故が起こっているところに対しては、路面表示を行って注意喚起を行う、それから歩行者と車両の事故に関してはグリーンベルトによる、歩行空間を新たに明示する、それから、小学生の通行が多い横断歩道なんかに関してはスムーズ横断歩道としたりする、このスムーズ横断歩道に関してはこの後で説明します。こういったものを、新たにハード的に作ったりする、これは一例、この4つの例、4つの事例だけですけども、その状況ごとにいろいろな対策が考えられると思います。交通事故が発生している箇所についてですね、こういった個別の検討を、やっていきたいというふうに考えております。スムーズ横断歩道なんですけれども、ハンプってありますよね。こう盛り上がって、運転手、ドライバーに気づいてもらって、次回通るときは、その減速をしてもらうような、仕組みで、これ非常に効果的で、速度を抑える、効果的な手段として、このハンプっていうのが、よく用いられているわけなんですけれども、このハンプと横断歩道を組み合わせる、構造物です。これですね、ここ今横断歩道がございまして、でここ盛り上がっているんですよね、10センチぐらい。でこれによって、ドライバーに気づいてもらって、次から注意をさせるというものであります。あとはかなりスピードが出ている時に衝撃が伝わるようにして、で、ドライバーにある意味深いなというか気づいてもらって、次回からはスピードを落としてもらうような仕組みもあるんですが、結構またそれだと音が出たりするので、近隣の方々に騒音になるとまたそれはいけないですので、どういったものを作っていくのかっていうのも、ケースバイケースだとは思いますが、ちょっとこれビデオですね、ありますので、こう押せばいいのかな、よろしいですか。これ今対策前です。これハンプ、スムーズ横断歩道を作った後ですね、ハンプ作った後ですね。やはりこう車から見ると、こう横断歩道が高くなるっていうことで、ごめんなさい、運転席から の子どものですね、視認性が高まるっていう効果があります。で、これはハード的な整備の一例であります。で、すみません、こういったことを踏まえまして、データと安全対策を、掛け合わせようということであります。で今後のですね、進め方なんですが、今年度まず4地区実施いたします。で地域の方々のご協力が必要ですので、地域の方に対策案を説明いたしまして、関係機関、
と調整をいたしまして工事に着手をしていきたいというふうに考えております。まずこの4地区に関しては令和5年度中に工事を進め、まあ、このハード的な対策もそうですし工事ハード的な対策もソフト的な対策も、まあ、一定程度進めていきたいというふうに考えております。でその後もですね市内の交通安全対策が必要な箇所に着実に対策を進めていく予定でございます。こちらに関するご説明は以上となります。はい、それではこの件についてご質問を受けします。幹事社からお願いします。 HK の助内です。はい、これまでもその事故が起きた箇所に対して今後事故が起きないようにする対策っていうのは、まあ、各知事体で取り組んできたところだと思うんですけども、まあ、今回 このデータを、重層的にその活用することでできる対策っていうのが、はい、この従来のものとどう違うのかっていうのがその未然に防ぐっていう意味合いの部分も含めてお聞かせください。はい、ありがとうございます。まあ、今回の横浜市の取り組みはデータに基づく戦略的な交通安全対策の第一歩だと考えております。データを活用することで、潜在的な危険箇所、交通危険箇所を、見える化できるようになります。で、それによって、事故が起きる前に予防的な対策を、講ずることが可能になります。まあ、こういったデータを重層的に活用して、前向きに前向きにというか、データを重層的に活用して、予防保全的に対策を取っていく取り組みは。まあ、なかなかいろいろな調整が必要なんですけども全国の自治体としても、ユニークな取り組みだと思いますので、まあ、ぜひ、子どもの事故死ゼロに向けてですね、対策を前向きに進めていきたいというふうに考えております。はい、それでは各社いかがでしょうか。神奈川新聞の梶です。よろしくお願いします。今年度4つの重点校があってハードの工事まで進めるということですが来年度以降例えばどのくらいの規模感で、うん、対策を進めていきたいですとか予算もかかることだと思うので、うん、まあ、はい、ありがとうございます。まあどのくらいやはり危険な箇所をもっとやっぱこう危険度に応じて、最も危険な箇所からどん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 対策をしていくっていうことが基本になろうかと思います。で、まあ、その危険の度合いをですね、見えるかちょっときちんと精査いたしまして、まあ、今回は4地区なんですけれども来年度以降できる限りですね、多くの地区に対する対策を進めていきたいというふうに考えております。まあ、こういった対策を進めていく上で地元の方々のご協力が不可欠ですので今回の取り組みの意義やまあ内容について丁寧にご説明を差し上げながら多くの方々のご理解を得ていきたいというふうに考えております。すいません、危険度に応じて優先的にという話だったと思うんですけど、うん、例えばその危険この優先的に取り組むためのリストみたいなものは今年度中にも作る、うん、まあ、交通事故がやっぱりこうある同じ通学同じ、まあ、A っていう小学校の通学路と B っていう、小学校の通学路でやっぱりこう A の通学路の方が交通事故のリスクが高い。例えば死亡事故が起こっていたりとか潜在的にこうスピードが出ている、まあ、死亡事故は起こってないにせよ、速度がかなり速く出ているとかあるいはこれかなり視認性が悪い状況にある、まあ、それは現場確認しないと分からないですけど、まあ、そういったことを踏まえてちょっと対策を取る、まあ、順序を決めて、スピードを、まあ、加速させていきたいというふうに考えております。その他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは一旦事務局入れ替えります。少々お待ちください。
それでは続けてお願いします。はい、最後にですね、無料お預かりクーポンの配布についてご報告をいたします。横浜市で子育て世帯を対象にアンケートを行った結果、子育て世帯の8割が日常的な子どもの預かりに困っているというデータがあるということは既にご報告しております。で、そのことの解消に向けてですね、無料お預かりクーポンを配布いたします。多くの狙いとしては、多くの保護者の方に一時預かりを体験していただいて、気兼ねなく預けられる、その最初のこう利用しようかする、利用しようかしないかっていうところの壁をですね、取りたいなというふうに思っております。6月22日からクーポン、配布いたしまして、7月1日から利用開始いたします。クーポンの概要ですが、対象は令和5年の4月1日以降に生まれたお子さんがいる世帯で、これはあくまでまだパイロット的な実施ですので、この対象世帯に関して今回無料お預かりクーポンを配布させていただいて、で利用期限といたしまして、対象のお子さんが2歳になるまでとさせていただければと考えております。でまずですね、保育施設でお預かりする場合と地域でお預かりする場合、それぞれに対してクーポン券を配ります。で保育施設の方は、電子クーポンの配布が可能ですので、こちらの方 で電子の方でクーポンをお配りして、ウェブ予約ページ一時預かりのウェブ予約ページの方で配布、それから予約の受付等も行います。それから地域でお預かりしていただく場合にはですね、必ずしも全てこう電子の環境が整っているわけではありませんので、紙で、お配りをさせていただいて、紙で対象の市民の皆様に、お配りをさせていただいて、で、会員として利用すると登録する際に配布をさせていただいて、ご利用いただくというふうに、しております。こちらがクーポンの見本で、ございます。でまた合わせまして、7月1日から地域で この子育てサポートシステムの利用料を、平日の1時間800円から平日の1時間500円に値下げをいたします。これはずっと値下げをして利用の促進を、図りたいというふうに考えております。横浜市をですね、子育て世代の方々にから選んでいただくっていうことが、さらに選んでいただくということが目標ですので、そういったことに資するような取り組みにつなげていきたいというふうに考えております。今後ですね、まずこれパイロット的に行いますけれども、今後さらにですね、利用状況等を精査いたしまして、こういった子育てしていく上で、預ける環境というのは重要ですので、預ける環境の拡大につなげていきたいというふうに考えております。こちらに関しては以上となります。はい、それではご質問を受けします。幹事社からお願いします。 NHK 関口です。電子クーポンと紙クーポンの方なんですけど、はい、これは配布にあたっては、そのこれまで利用したことがない人を新たに利用してもらうっていう趣旨も込められての今回施策だと思うんですが、はい、結果的にそのこれまで使わない人が、今回もクーポンを使わないとですね、新しい利用者というのは増えない、うん、状況のままになってしまうと思うんですけど、そういった意味でその今回このクーポンどれぐらい使われたかっていうのは市として検証したりして政策に今後生かす考えはあるんでしょうか。はい、ご質問ありがとうございます。そのことは私も重視しておりまして、まず電子クーポンについてはリアルタイムで使用状況を把握いたします。で使用状況を、把握いたしまして、こう年齢とかお住まいの地域っていうのが、分かりますので、そういった、あとは利用する時間帯ですね、
地域や時間帯、こういったデータを取得して分析して、この預かり事業の預かりの拡大につなげていきたいというふうに考えております。紙に関してはちょっとリアルタイム性が落ちるんですけれども、こちらに関しても何らかの方法で、集計いたしまして、集計いたしまして、今後の利用拡大につなげていきたいというふうに考えております。はい、それでは各社いかがでしょうか。日本経済新聞の松原と申します。ありがとうございます。すごく子育て世帯に対してとってすごくいい施策だなと思うんですけれども、一方でその保育園についても、こういったその地域のボランティアの方に関してもこういわゆるその人材不足というか人手が足りていないというような状況もあるのかなと思うんですが、こういった値下げであったりとかその無料チケットによってその需給がこう逼迫するようなことも考えられると思うんですが、そのあたりのこの人材のそのあたりをどのように検討されているんでしょうか。はい、子ども青少年局の保育教育部長の斉藤と申します。ご質問ありがとうございました。先日もテレビの方で少し報道もされたかと思うんですけれども、保育現場の方はもう慢性的な人手不足ということも一方で言われておりまして、で私どもも預かる場合にはですね、やはりこう定期で利用されている方とは違って毎日お子さんが変わってくるとか、特に低年齢児の、0歳から2歳までのニーズが高いということもありまして、そういうお子さんには特に人の配置が必要となっております。で5年度につきましては、この、事業費とは別に、園の方に配布するその補助金ですねを手厚くしまして、特に0歳児につきましては人の配置が十分できるように月例にもうかなり細かく分けて補助金の額を上げているということはございます。そこまでしてもですね、なかなか保育の方に従事していただける方が少ないということもあるので、もう一つの方法としましては空いている定員のところに特にこう特別なスペースとか先生を専任で置かずとも、空いているその定員のスペースのところで お預かりするということも今回、認可保育所の方ではそういうやり方もですね認めていくことにいたしましたので、少しでもそういう空きがあったところをうまく活用して一人でも多くの方にご利用いただけるように環境を整えていきたいというふうに思っています。その他いかがでしょうか。すいません、朝日新聞の伊藤です。よろしくお願いします。何点か確認させていただきたいんですが、すみません、このまず無料お預かりクーポンのですね、この事業を始めるにあたっての その背景的なこうところをちょっと確認させていただきたいんですが、これはもともとその子育てサポートシステムの利用者が思ったよりももっと使ってほしいんだけど思ったより伸び悩んでいてこういった事業に踏み切るみたいな、そういう理解でよろしいんでしょうか。どうもありがとうございます。最初にちょっとこれどこだっけ、お示ししたようにですね、アンケートの調査で8割が子どもの預かりに困っていると。でこれは多くの子育て世帯の方がの実感だと思うんですね。ですのでそこに対応したいというのがこの無料預かりクーポンのを行うまずきっかけであります。わかりました、ありがとうございます。あとですね、もう1点確認させていただきたいんですが、ごめんなさい、それとあとはごめんなさい、話下げちゃってごめんなさい、はい、それでそういった預け場所に対するこう懸念、預ける場所がないで、一方でこちら横浜市としてはいろいろこう預ける場所はこういった保育所とかですね、子サポとかあるんですけれども、そこに対してやはりこう利用を最初の第一歩を踏み出して、いただいて、こういうもんなんだっていうことを経験していただくっていうことでだいぶ、違う心の壁は取れるんじゃないかなと思ってるんですね。でこういった意見をいろいろ多くのお母さんたちからもいただいておりますし、そういったことを今回事業にしたという次第です。すいません、補足でごめんなさい。ありがとうございます。あともう1点ありまして、これ無料クーポン と、紙のクーポンで2つの形式で配るということでした。でこれは、ごめんなさい、どのようにしてその使う方に届くのは、例えば紙だったら郵送で届くとか電子クーポンはこれは どうやって受け取るのかということと、
何かこのクーポン、電子クーポンの場合は何でしょう、こうアプリみたいなのを入れて使うみたいな、こうどういうふうに使うのかっていうのをちょっと教えていただければと思います。まずあの電子クーポンの方になりますけれども、特別なアプリということではないんですが、現在、一時保育を利用する場合 の予約システムというものを横浜市の方で独自に開発をしておりまして、でそちらのサイトにアクセスをしていただいて、生まれたお子さん、対象となっているお子さん、今年度生まれたお子さん のお名前とかのしかるべき、項目を入れていただければ、手続きに沿ってですね、クーポンが発行されるという仕組みになります。で、出生届ですとか、あるいは乳幼児検診などで区役所の方に来庁される場合などもありますので、そういった機会を捉えて、周知をさせていただいて、でこの登録などを進めていきたいというふうに思っております。で地域の方の預かりの方につきましては、じゃあもう、はい、所管の方から、はい、子ども青少年局子ども福祉保健部担当部長の松永と申します。ご質問ありがとうございます。子ども子育てサポートシステムはですね、地域の方同士の、お預かりということになりますので、まず会員登録をしていただく必要がございまして、各区にある地域子育て支援拠点でその事務局をやっていただいているんですけれども、その会員登録の際に直接お配りをしていくということを考えております。いいです、ありがとうございます。その他、お時間の関係であと1社でよろしいですか、先に。いや、いいじゃないですか。東京新聞の神谷です、はい。まずこちらはパイロット実施というお話でしたけど、来年度以降も続けるかどうかっていうのはある程度検証が終わった段階で考えるということなんでしょうか。ご質問ありがとうございます。検証いたしまして、どういうふうに拡充していくのか、制度としてより良くしていくのかということは検討したいと思っております。ちょっと短くもう一点、先ほどの話だと、その保育園の状況によっては、この希望する方が希望する場所、園とか時間とかにで必ずしも受け入れられないという場合もあるような気がするんですけど、そういうことも想定していらっしゃるんでしょうか。はい、保育局の斉藤です。そういったことは当然ございます。で特に0歳の預かりになりますと、施設ごとに何ヶ月から預かれるっていうのは施設ごとに違っている状況もありますし、すでに予約の埋まり具合ということも変わってきますので、そこについてできるだけ予約システムの方で施設の方にもご協力いただいて、そこで予約ができるようにということも今同時並行で協力はいただいておりますので、できるだけそういう利便性の高いそのシステムを使って予約ができたり、あるいは受け入れ の, 事務ができたりということを進めていきたいと思います。すみません、じゃあ共同通信の岡田です。関連で、この無料お預かりクーポンなんですけど、令和5年4月1日以降に生まれたお子さん、つまり今年4月以降ということで、0歳児なんですけど、その今まさに1歳児2歳児抱えている世帯、もう十分需要が大きいと思うんですけど、なぜこの今回でこの0歳児に限定したのかっていうのと、今後拡大する可能性があるのかっていう、はい、ありがとうございます。過去 その先ほどの調査、市の方で行った調査によれば8割の方にが困っているという話がありましたが、特に赤ちゃん生まれたばかりのご家庭の方で、すごくその育児の負担が大きいという調査の傾向もございます。ですので今回はあくまでも赤ちゃんが生まれたご家庭にということで今回対象とさせていただきました。ただ資料にもございますように、その世帯にお配りをしますので、例えばゼロちゃんよりもむしろ2歳児のギャングエイジの方が預かっていただきたいとかですね、そういう世帯の方も使えるように、兄弟児の方も利用ができるように、上のお子さんですね、今回はさせていただいております。今後対象年齢をどうするかということは、先ほど市長の方からもご説明ありましたけれども、そこにつきましては今後実施状況を見ながら検討していくことになろうかと思います。以上、おっしゃってることをごもっともですので、ぜひ拡充をしていきたいというふうには考えております。はい、よろしいでしょうか。それでは一旦事務局入れ替わります。少々お待ちください。
はい、それではこれより一般質問に移りますけれども、大変申し訳ございません。時間がだいぶ押しておりますので、ご質問を簡潔に各社1問程度でお願いできればと思います。まず幹事社からお願いします。NHK の関口です。はい、レシ活についてお聞きします。アプリの1の方の規約で120日で消滅してしまうというので、レシ活の方で集めたポイントも一緒に、なくなってしまうというケースが出てきていることについて、市としても対応していくということでしたけれども、その後の進捗含めてお願いします。はい、ご質問ありがとうございます。ウェド株式会社さんと協議を先週から会議、先週から開始しております。で、現在協議中であります。協議して速やかに報告をしてしたいというふうに考えております。各社いかがでしょうか。読売新聞の田川です。21日にも本日にも、マイナカードの関係で、総点検をする本部っていうのが政府で立ち上げられると思います。各自治体にもこれから紐付けが正しいかっていうのを総点検する業務が来ると思うんですけれども、370万人の人口かかる横浜市として、その負担感の受け止めと担当部署だけでその作業が今後できるのか、もし難しいとすればプロジェクトチームのようなものを市庁舎内で立ち上げるのかっていうところを教えていただければと思います。所管局おりますので。デジタル統括本部の田中と申します。よろしくお願いいたします。国からのですね、データの整合性についての確認作業については、これから具体的な方法などが示されると思いますので、具体的にはそこを確認させていただいた上で、我々でどういうやり方をするかというのを検討して、体制等も考えていくことになると思っています。一方でですね横浜市の紐付け作業については、システム間連携で行っている場合が結構多いというふうに思っておりますので、そういった場合は手作業と比べて、確認作業もですね、おのずと変わってまいりますので、その点も含めて今後検討したいと思っております。ありがとうございます。その他。テレビ神奈川の東橋です。レシ活ポイントの件に戻らせてください。数万円単位でそのポイントが失効してしまった方も、いらっしゃると聞いております。失効に関するその周知の仕方が、その運営会社がやっていたことに関してその問題があるとお感じか、またその特に問題はないというふうに認識していらっしゃるのか、市の現段階での考えを聞かせてください。経済局市民経済労働部長の浜堤でございます。アプリ事業者におきましては、執行7日前から通知を出していたりですね、プッシュ通知を執行7日前あるいは1日前に行うという対応を行っておりました。ただ私どもに寄せられるお問い合わせを伺っておりますと、例えばそのプッシュ通知を見逃していたとかですね、プッシュ通知をそもそもオフにしていたというような方もいらっしゃる中で、一概に対応が不適切だったかどうかというところはちょっと申し上げにくいところでございますが、いずれにしてもアプリ事業者においては周知はされていたというふうに認識しております。その他いかがでしょうか。ジャーナリストの寺澤優ですけど、奨学金のことについて聞くんですけど、奨学金ですね。で、山中さん、ちょっと先に聞いておくんですけど、ちょっと山中さんご自身は奨学金受けたことってあるんですか。はい、あ、はい、終わり。じゃ、そしたらお伺いするんですが、山中さんの市長選の時の公約でもあり、今でもオフィシャルサイトに記載されてますけど、これ生活困難世帯への学習就学支援の拡充ですとか、大学生への奨学金制度を創設ということで、この奨学金のことをのことを言われてるんですが、山中さん市長に現れて2年が経とうとしてますけど、この奨学金、横浜市の奨学金の制度が以前よりもこうなんか拡充されたと
いう予算的にもですね、あるいは支給額ですとか、うん、拡充されたというのがないように思えるのと、むしろ以前は支給額ももっと多かったわけですよね。高校生に対する奨学金の支給額が多くて、大学生への奨学金制度というのも以前はあったんですけど廃止されちゃったと、まあ、以前の水準にも戻ってないということは、これは山中さんご自身もその奨学金をご利用したことがあるっていうことなので、なんでこんな後回しになってんのかなっていうことはちょっと聞きたいなと思うんですが、まあ、本市としてさまざまな学生さんへの支援を行っているところであります。で支援のこう詳細につきましては、所管部局の方でまたご回答させていただけると思いますが、先ほどまた所管局ご案内させていただきます、うん、山中さんとしては後回しになってるって感じはないですか？そんなことはございません。してるという気はない。学ばれている学生さんで生活困難の、学生さんに対する支援としては市としてもさまざまな支援を行っていると承知しております。その他いかがでしょうか？じゃあ最後に田中新聞だけです。もう一回レシ活の部分なんですが、市長としてこう、まあ、最終的に公金で、まあ市民のこう物価高とか、まあ、飲食店さんとか苦しんでいるところにこう支援しようという狙いでいったものが、まあ、結果的にはこう事業会社に入ってしまうような形になった今回の執行においてっていうのを、市長としては、まあ、率直にどうお感じでいらっしゃるかというのを一言いただければなと。はい、ご質問ありがとうございます。おっしゃっていただいたような課題があるというふうに受け止めておりますので、まあ、本市としても早急に協議を開始して、まあ、現在協議中であります。はい、それでは以上で会見終了します。ありがとうございました。